コロコロローラーを使ってコスモスの背景を作ってみましょう。使うのは、衣類やカーペットのホコリを取る粘着シートのついたコロコロローラーです。ホコリがついている部分を剥ぎ取りましょう。ここに本物のコスモスの葉を取ってきて貼り付けます。表面が粘着シートになっているので葉っぱが貼り付いていきます。葉っぱの形がうまく出るように形を整えていきましょう。はみ出た部分は手でちぎるかハサミで切って整えてください。これでローラーの準備ができました。これはスポンジがついた隙間テープです。粘着テープがついているので発泡スチロールのトレーに貼って用意しておきます。ここに水溶き絵の具を垂らします。先ほどのローラーをコロコロとこう回して全体に絵の具をつけます。いらない紙で試してみましょう。次に本番用ですが、ここではワンポイントの掲示ができるように手でちぎったものを使ってみました。これにローラーで葉っぱの形をつけていきます。これで細かいコスモスの葉っぱが重なり合った状態ができました。使い終わったローラーは先ほどと同じように絵の具のついた部分を剥ぎ取ります。この状態でケースにしまいましょう。こちらは汚れた部分を内側にして畳んで捨ててください。コスモスの葉の模様の上に花を置いていきます。場所が決まったら、糊で貼っていきましょう。これを押しピンやマグネット、両面テープなどで壁に掲示してください。